ライアン・ウェンデルはカリフォルニア州ダイヤモンドバー出身の元アメリカンフットボール選手、コーチ。現役時代のポジションはセンター。母親から負傷することを恐れられ、高校までフットボールをしたことがなかった。高校ではオフェンスラインとディフェンスラインのそれぞれでプレーした。彼の背番号は永久欠番となり、同校の殿堂入りを果たしている。高校を卒業後、 フレーズの州立大学へ入学、1年時の2004年には9試合に出場した。2年時には全13試合に先発出場した。3年時にはガードとセンターで全12試合に先発、ウェスタンアスレティックカンファレンスのオールチームに選ばれた。2008年5月2日、ニューイングランドペートリオッツとドラフトがい、フリーエージェントで契約したが、同年8月26日、 ウェーバーされた。9月24日、ペイトリオッツとプラクティススクワットで契約。シーズン終了後フューチャー契約を結んだ。2009年、開幕から2試合スペシャルチームでプレーした後、9月22日、ペイトリオッツからウェーバーされ、その2日後、プラクティススクワットで契約を結んだ。12月31日にアクティブロースターに昇格し、ボルチモア・レイブンズとのワイルドカードプレイオフに、 スペシャルチームとして出場した。2010年、15試合に出場、ダン・コノリーが負傷したため最後の2試合では、先発出場した。2011年、プレシーズンゲーム4試合を負傷のためすべて欠場した。9月、ペイトリオッツと3年契約を結んだ。この年14試合に出場し、3試合で先発出場した。2012年、 トレーニングキャンプで先発センターの座をダンコッペンと争いポジションをつかんだ。スペシャルチームでの出場を含めて NFL トップの1379スナップに出場した。出場時間の多かった彼は NFL の規定により2013年3月ペイトリオッツから179,907ドルのボーナスを受け取った。 2012年の彼の基本給は75万ドルであった。2014年シーズンはライトガードとして第49回スーパーボールに先発出場しチームも勝利した。2015年は11月7日に IR 入りした。2016年シーズンはカロライナパンサーズと契約した。二千十九年にバッファロービルズのアシスタントコーチに就任。二千二十年には オフェンシブラインのアシスタントコーチになった。ありがとうございます。